久保さん。いやー、最強の小舟いいっすね。確かにタイタニック号、舵取り、できなかったっすよね。あの映画見た人だったらわかりますけど、氷山だーっつってね。ぶつかっちゃうみたいな。あれ、多分こんぐらいの小舟だったら、ヒューンですよね、多分。多分、なんとか言けたと思います。だから僕もやっぱ、その、今本当に最強だなと思うのが、本当にあの小回りが効くね、小舟。 だからその久保さんとのやりとりも、これ多分組織に入したら多分無理っすよ、うん。例えばその動画はコンプライアンス的にどうなのかとかね、企画会議して上のあの結合を通らないといけないとかね、あるじゃないですか。思い立ったまますぐいけるんで、だからこのスピード感覚っていうのがあ一番、てか今ははっきり言いますけど小舟が最強論です。<laughs> 現代は小舟最強論です。なぜならば、 よりスピーディーに現代が動いてるのにもか,かわらず、大きい組織に入ってると、その勝ち取りができないんですよ、なかなか。うん。なんで僕は、あのー、孤島で、ネットで、孤島なんだけどネットが繋がってる状態が一番いいのかなっていう <laughs>、思いますけどね。だからまあ僕も組織にいて思ったことが、やっぱり小回り効かない。うーん。か、まあ会議って、 無駄なんじゃないかなっていう。会議してる時間あったらセールスレター作った方が利益作れるよみたいなね。まあ、みんなでやってるんでね、意識とか意見とかをね、統合しないといけないんでしょうがないんですけど、僕ね、会議したくないんですよね。<laughs> 会議ほど、会議を否定してるわけじゃないですけど、会議は嫌いです。だって会議で喋ったことって、ほとんどあんま実現できないんですもん。 うん結局話した、喋り合いみたいな、ただのね。多分これ会社でね、あの会議とかが多分出てる人だったら分かると思うんですけど、会議で話したら、例えばね、2時間3時間会議するじゃないですか。いい話できたね。じゃあその話を形にするのって何パーですかっていう。多分100パー形にするのって難しいと思うんですよ。いや、だったら今思ったことを形にしてあった方が超早いんじゃないっていう。これは僕の理論ですけどね。だからまあ個人がね、 あの一番僕はいいと思います。個人で一人で稼いでいくっていうのが今の時代にすごくフレキシブルに合うんじゃないかな。あとは情報、一人で稼ぐ上で何を選ぶべきかっていうと情報ビジネス。なぜならば情報はいくらでも変形できるんで、物を扱うと、あのその物が売れない時代になると売れなくなるので、でも情報っていうのはいくらでも水のように加工できるんで、水っていうのは時には固めると、えー、人も殺せるぐらいの硬くなるんですよね。 氷になりますだけど普通の水はねあのー、なんだこのいろんな形にこう変形できるし柔らかいしでも柔らかい水でも一滴一滴をねこう垂らし続けると岩すら貫通することができるというこの微力なパワーだけどね微力なパワーだけどポチ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 ,ポチバーンみたいなねそれ10年20年をポタすと岩貫通しますよね。 すすごくないですか,うんだから水のように生きるっていうね <laughs>。これが現代の生き方なんじゃないですかね。いってらっしゃい。